通なんですよあいつ。いやもうほんまちょっとみんなもう面白い人だと思ってるでしょあの人のこと。だけど冷静に話聞くと普通のことしか言わないんですよ。昨日何食べたのっつったら、あ唐揚げですみたいな。へえって、美味しかった、はい美味しかったですみたいなことしか言わないの。でも言い方が面白いの、的言い方が。下野さんって怒ったりしないんですか。しない。あいつのいいとこでもある、怒らないんです。とある人と飲んでた時に下野くん呼ぼうぜって話になって、でちょっと電話かけるわってその人は電話かけた。下野くんすぐ来てくれたんですよ。まあみんな酔っ払ってきて楽しくなってくるじゃないですか。そうするとね、やっぱり下野くんの眼鏡がみんな気になりだすんですよね。で、ね、下野ねえねえちょっとこっち来てって言って眼鏡をふえって取ってえーとかやるじゃないですか。そしたらあーあーっつって、もういちいち面白い動きで付き合ってくれるんで、今度ロケに行った時に何も言わずにメガネフスッと取ってみてください。あーってすぐやりますから。実はこの鈴村さんのスタジオトーク、下野さんのロケの前に収録していたんです。ということで鈴村さんが言っていたことを実際に下野さんに試してみました。はい、では下野さんお疲れ様でした、ありがとうございました。お疲れ様でした、ありがとうございました。はぁ、あ、ん、なに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 、いやいやいやじゃない、いやいやじゃない、もうびっくりした。なんでメガネ取ろうとするんですか。鈴村さんがこんなことを話されてたんです、はい、普通なんですよ。怒らないです。今度ロケに行った時に何も言わずにメガネフッと取ってみてください。なんで戻してくれるんだ。ってすぐやりますから。いや怒るでしょ、何言ってんの。飲んでる流れでちょっとこうなんかいじられてるなとかね、あるでしょ。それは怒りますよ。あ、怒るけどもやっぱ怒りも、それは怒りますよ。あれ怒ってませんかこれ。割と普通のことおっしゃってそんなに普通なのかなっていう気もするんですけどね、個人的にはね。なんかね、もっと頑張らないとダメなのかな。いろいろと。大丈夫大丈夫じゃない。やっぱり下野さんはいい人でした。ありがとうございました。